とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も張り切ってタワー3周やっていきましょう。装備はこれだね。もうこれが一番いい。森の矢筒とツインボーオーバーチャージ3、これがね、絶対強いから、これで3周行きましょう。さあ、今日はどんな装備が出てきてくれるんでしょうか。もうできればね、いいやつが欲しい。うん、コメントでも、もうすでにいいの持ってるじゃないですかっていうコメントが来るんですけども、もうそれ以上のものよ。もうそれ以上のものが欲しいんだよね。よっしゃ、終わり。あ、もう一丁、もう一丁、おしまい。全然おしまいじゃなかった。すごい見当外れな感じで、まあまあ、とりあえず、3周のうちの1周目、何が来る。ほんとね、先週1回もいいの来なかった。微妙、微妙だな。まず達人の刀いらないね。黄金だし、まあ、達人自体古代狩りのお供え物には向いてない。刻印が一つだからね。2頭はいらないな。この装備かっこいいからさ、もうちょっと使えるやつに、アップデートしてほしいね。修正来てほしいな。うん、これ弱いんだね。ストームランダー、あー、まあまあ、ストームランダーをお供え物にする感じがいいかな。うん、この中ではこれが一番マシですね。装備としては、まあ、使えなくもないっていうところだね。旋風弱体化衝撃波、うん、まあまあいいや。次行きましょう。2周目到着。ツインボーの黄金スキルで発射レート上昇がつきました。これね、オーバーチャージとかなり相性がいいんだよね。でも、そうか、森の矢筒を使わなきゃいけなかったから、後で出した方が良かったな。ミスった、ミスったな、完全にミスった。まあいいや、普通に倒しましょう。これね、加速がどんどんついてくれば、チャージする時間がね、すごく短縮できていいんだよね。よっしゃ、終わり。ちょっとミスったけども、まあまあ余裕だね。ほぼほぼ死ぬことはなくなったな。まあ、事故が起きれば14回、14回がね、一番俺やられやすいところだと思う。どこ、なんていうかな、ネクロマンサーが2体出てきて、槍を持ってる、なんかあんまり見たことないやつが出てくるとこ、あそこが結構ね、やられやすいと思うんだ。まあ、とりあえずクリアで見てみましょう。お願い、そろそろ来てよ。もう、そろそろもう来ないよ。ないね。いいスキルがない。こっちもいいスキルがない。で、パープルストームもないか。アーティファクトチャージはついてんだけどな。浮遊攻撃もいい。真ん中にね、クールダウンショットがあれば、採用だったけども、これはいらない。ビーハイブにして、お供え物にするか。なんかビーハイブがえらい溜まってきたな。まあいいや、これでいきます。それでは、3周目いきましょう。黄金で、アーティファクトチャージついたんだよね。でもね、オーバーチャージだから、関係はないのかな？でもチャージしなきゃいけないんで。あ、関係ないわ。関係ない。いけ。いや、全然、意味なかった。よし、OK。チャージのね、時間が若干、長いのがね、ちょっと気になるんだよね。
っぱあれは弓の攻撃スピードに依存してるみたいね。まあまあいいや、とりあえず3周目終わりましたんで報酬見てみましょう。さあラストは何でしょうね。微妙っていうか全然良くないじゃん。いやせめてバブルバースター出て、バブル出るならさ、いらない、いらない、いらない、全部いらない。まあまあまあ、これ持ち帰って金に変えましょうか。いやしょっぽいな、全然ダメだった。はい、それでは、今日の報酬です。3つとも全然ダメだったね。ストームランダー、ビーハイブアーマー、ベビークロスボウ、まあ2つは、お供え物で、ベビークロスボウは売るっていう形だね。もうここね、数日見ても全然いいのは出てないんだよな。あれだろうね、多分欲丸出しでいくとダメなんだろうね。まあよく言われるやつだけども、無欲でいくと意外といいのが出るっていうやつだと思います。次はね、もう何も考えずに無欲でやってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。